今週の PSP インターネット教室は中村さんにお話を伺ってまいります。中村さん、おはようございます。おはようございます。この時期ローカルビジネスに皆さんいろいろと力入れてらっしゃる方も多いと思うので、ローカル SEO についてもう一度おさらいをさせていただきたいんですけれども。はい、セミナーにも来ていただきましたしね、佐伯さん。はい、そうです、勉強させていただきました。でももう一回という感じで。はい、ローカル SEO っていうのは Google で検索した時に地図が出てきてリストが出てくるような検索結果の画面があるんですが、はい、あそこに出るためにはというサーチエンジンの対応対策のことをローカル SEO っていうんですね。はい、いろんなねキーワード入れたりとか SEO されることはもちろん、それとは別にしなくちゃいけないことがいくつかあるんです。Google の場合は Google マイビジネスというのがありまして、はい、自分でここにあるビジネスは私のビジネスですとクレームすることができるんです。はい、でそれはどういうことかというと、例えば Google マイビジネスと検索してもらうとですね、Google のビジネス者向けのページに行きます。で、Microsoft の Bing の場合は Bing Places for Business っていうのがあるんですけれども、はい、どちらも、はい、コンセプトは一緒なんですよ。住所や電話番号でこれは私のビジネスですというクレームをし、要するに物理的な住所をお持ちのご商売の方が、はい、地図のバルーンの管理であったりとか、あるいはビジネスの営業時間や事業の内容、紹介、写真、あとそのビジネスに対するレビューのレスポンス、そういったことを管理することができるページなんです。はい、メールアドレスと同時に物理的な住所の登録が必要で、はい、その登録されたクレームされたビジネスの住所に対してハガキが送られてくるんですよ。はい、でそのハガキには ID が入ってきますので、ハガキの ID を使って最終のクレームをする必要があります。で最終のクレームをすると地図が出てきたり営業時間が出てきたりするように自分で管理することができるんです。実はこれ PO ボックスとか住所が出ない住所ってありますね、郵便の、はい、だとできないんですよ。あ、そうなんですね。こういったいろいろな、まあ、小ネタというかやっておかなければいけないこととか、来年もねたくさん中村さんからはお伺いしていきたいんですけれども、やっぱりお顔を拝見して実際に質問もできてみたいな場も欲しいなと思うんですが。はい、そうですね、来年はセミナーを、はい、回数を増やしてできたらいいなと思ってます。はい、じゃあそれは期待させていただきます。ありがとうございます。また順次お知らせさせてください。はい、では中村さん、2017年PSP インターネット教室、今日が最後の放送となりますが、何か一言メッセージいただけますか。はい、オンラインのマーケティングはですね、諦めずに少しずつでも長く継続することが力だと思います。来年もまた頑張りますので、ぜひね皆さんのご商売のお手伝いできるようになりたいと思います。いつでもお問い合わせください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では来年もよろしくお願いいたします。はい、皆さんも良いお年をお迎えください。 PSP インターネット教室、この番組は PSP インクの提供でお送りいたしました。